Good evening, ladies and gentlemen. I am Briarios Kerensky, and welcome to the first hour play of Yoru no Nai Kuni 2 Shingetsu no Anayome. So, you've seen the unboxing, time to see the game. I've decided that I first upload the first hour of the Switch version, then I will do the same for the PS4. Probably with that version, I'll do the second hour. And the PS4 version will come after all other videos I have to upload. And unfortunately, the game is not defaulting to English. Probably it's not even on the cart. エージェントアルシェ、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの強行城までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、リリアーナ、ルエンハイド、そして私。 あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。 There she is. お嬢さん、お怪我はありませんか？ おかしい。 お嬢さん、 だって。 もしかしてリリアーナ？ 私、そんなに変わった？ うん。 少しは大人っぽくなった。 え？ アルーシェは 変わってないかな。 行きましょ。 リリアーナ。 Incredibly heartfelt reunion that was.
Aruse. Arigato. Tasukete kurete. Kishi toshite tōzen no koto o shita dake sa. Apparently no auto button for dialogues. リリアーナを強行長までエスコートするのです。なんて言われちゃって。リリアーナこそ強行様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごいよ。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。 私も一緒に戦うわ。リリアーナ。私だって邪妖から世界を守る強行長の人間だもの。いつまでもアルーシェに守られるだけじゃない。少しでも力になりたいの。分かった。一緒に戦おう。 これで全部かな。 力。無事でよかった。時を遅らせる力。それは体に負担がかかるんじゃ。うん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力誰かのために使いたいの。さあ、強行長へ急ぎましょう。 襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。あ、行こう。 So it's running smoothly.
I don't think those are full 60 FPS, but at least there are no major slowdowns in this small area. And the resolution doesn't really feel like 1080p. But then again, I prefer a higher FPS countdown resolution. Although the jump between pre-rendered cutscenes and... oh well, no, this is not pre-rendered cutscene. They just abruptly changed the lighting completely. Beautiful. And yeah, the environmental textures are kinda rough. ここ星降りの丘に似てない。ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに思ってたの。この世界がいつまでも優しいものであります。ようにってねえ、覚えてる。学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。 この任務が終わったら、昔過ごした町に、ユーレルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。 リリア、それじゃ教皇庁まで急ごっか。任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。<笑>あるったら。さてと、教皇庁はあっちの方だな。これって。 Okay, no exploring. Okay, if you press R... you can lock.
So I guess that the lighter part of the map is precluded. Oh yeah, it's even walled off. Yeah, there is a lot of pop-up though. Slow walk when you're guarding. Great. I know that I have to go towards the book, but I want to explore a bit. この先が教皇庁だよ。リリア、どうしたの？ううん、何でもないの。行きましょう。きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェントアルーシア、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔月の女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間が叶う相手ではありません。私たち教皇庁は、これまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェントアルーシア、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。
妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば、世界は救われる。昨日、怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが、私の運命だって。何があっても、リリアを守るよ。約束だ。ルーエハイド！なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。ジョヨカ、もう来たか。アル、リリアを守るんだ。Yeah, I think that in this world, if you want to duel someone, the worst time you can think about is night. ある、早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルーエも一緒に行こう。どこへ行こうというなら、我が花嫁。月の女王。何？リリアーナをどうするつもりだ。まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ。だがお前が死の味を知りたいのなら、それもいいだろう。すまないな、光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。遅いな。行くぞ。やあ。
I noticed that I was trying to roll away by instead pressing jump. で初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかし、その時に世界にまき散らされた青い血に触れたものは夜にうごめく邪妖となってしまったのです。Yeah, recycling the intro to the first game is very cheap. 私たち教皇庁は この世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜。 Oh yeah, I remember now. I also need to check the DLCs. 血の渇きに苦しむことになるだろう。 Because I've redeemed the DLCs through my Japanese account, and I don't know if they are working on my American account. 教皇庁の研究室だ。気分は？なんか不思議な感覚が。あ、リリア、ルエはどこに？ 落ち着け。まずは自己紹介をしなければならないな。私の名はカミラ。教皇庁で妖魔や邪妖について研究している。そして、時の花嫁となる巫女リリアナとルーエンハイドは姿を消した。お前が殺された後にな。So my guess is that texture filtering and lighting is well below what the PS4 will output, and most probably shadows as well. Mattaku無謀なやつだよ。生身の体で月の女王に向かっていくとは。嘘だ。 今こうして生きている。そう、半妖の体でな。半妖？ああ。
人工的な汎用化は未完成の技術だが、選択肢はなかった。お前に妖魔の青い血を流し込み、汎用として生き返らせる実験を行った。どうやら成功したようだな。新たな心臓も適合している。私は嬉しいぞ。汎用？私が？そんな、嘘だ！嘘だ！落ち着け、エージェントアルーシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな、エージェントアルシュ。ついてこい。私がサポートしよう。どこへ行くんです？ユーラルム。リリアーナの目撃情報があった場所だ。Is this a location straight from the first game? At least visually. These are enemies from the first game.安心しろ。今のお前には新たな力がある。体に妖魔の血を宿したことで使える剣。私たちは知剣と呼んでいるがな。知剣。さあ、自分の力をすべて放出するイメージを思い描け。あとは血が答えてくれ。どうだ？汎用として戦った感想は。これが私の力。驚くにはまだ早い。お前は十分にその血の力を使えていない。お前には妖魔の血とともにある汎用の血を流し込んだ。そう、伝説の汎用、アーナスの血だ。アーナス？妖魔の朝、夜の君と戦ったという、あの。さあ、行くぞ。ちょっと。
Okay, I'm still not able to go anywhere but where the game wants me to go.邪妖に知り合いがいるのか。あ、こいつは昔ここに住んでた時に友達になって。これは珍しいな。こいつ魔に侵され切っていない。どういうことです？青い血を浴び邪妖になったものは心まで魔に侵され人を襲うようになる。だが稀に元の心を保つ者もいる。 確かにちょっと目つきは悪いけど悪さをするようなやつじゃないんですよ。目つきが悪いは余計だろ。え、久しぶりだな。喋った。あ、俺は前から話してたぜ。あんたは分かってなかったみたいだが。どういうことだよ。俺が知るかよ。おい、お前 一生懸命邪妖に話しかけて、やはり実験は失敗だったのか。違います。私、こいつが何喋ってるか分かるようになったみたいなんです。邪妖の言葉が分かるだと。なるほど。青市の力か。邪妖の言葉が分かるとは興味深い。I think the Nero is having a seizure. 確かにちょっとあんた変わったな。青い血の匂いがするぜ。またか。俺も一緒に戦ってやるよ。え、お前戦えるのか。ああ、ちょうどあの連中には餌場を荒らされてムカついてたんだ。 強いんだな。別に褒めても何も出ねえよ。なあ、これからも力を貸してくれないか。リリアーナを助けたいんだ。まあな。でも私だけじゃきっと力不足だ。あげられるものは何もないけど。あ、んなことねえよ。 何でもねえ。いいぜ。手伝ってやるよ。本当か。ありがとう。これ邪妖を連れて行くのか。行けませんか。いや、これからも心を保った邪妖を見かけたら仲間に入れればいい。きっと邪妖の中にも溶け込めず人にも受け入れられることのなかった存在だ。カミラさん、わかりました。あいつも
内心喜んでいるはずさ。け、何言ってるかわかんねえくせに好きかって言ってんな。そんな嘘だ。いや、遅い。聞け。その通りだ。説明する。So these fountains are incredibly strange. ご主人、ちょっと来てくれ。どうした？俺の力を見せてやるよ。I was saying that these fountains are incredibly strange because, well, they are overflowing and... Well, they are not even aiming at the monster.着いたぞ。ここは教皇庁が経営していたホテル、ホテルエテルナだ。今は私が管理を任されている。これからはここを拠点としよう。ほら、早速お客さんのようだ。ルエ、本当にアルなのか。あの時死んだんじゃ。あ、生きてたんだ。ルーエこそどうしてここに。私が情報を流した。お前がここに来るとな。バカ、一体どれだけ心配かければ気が済むんだ。生きているなら生きていると言ってよ。え、そんな無茶な。うるさい。でも
生きていてよかった。ある。それで、リリアはどこに？ルエも知らないんだ。私もわからないよ。一体どこへ？この町での目撃情報を頼りに探すしかないようだな。あなたは？紹介するよ。この人は私の命を救ってくれたカミラさん。カミラってあのカミラ博士ですか？知ってるの？当たり前だ。邪妖研究の権威で有名だろう。この方の研究があったからこの町の首都移転も成功したんだろうが。そんなことも知らないのか？まったく、そういうのを世間知らずと。まあ、私のことはいい。ルーエンハイド、お前のことを調べさせてもらった。私のこと？教皇庁と敵対しているルルド教団に所属してはいるが、今のお前は幼なじみのリリアーナを助けようと心から思っている。そうだな、ルーエンハイド。はい。妖魔をも斬るお前の危険の力が必要だ。ホテルに入り設備を使うことを許可しよう。では入るとしよう。I wonder if this hotel will be the same as the first game. Yep, it is. Well, it kind of makes sense that it's the same hotel, it's the same world, and there have been already direct references to Arnis from the first game. Yes, Jumbi, Totonite, Sugni Sagasiniko. Mate. And because I recall the first game having gorgeous textures, seeing this environment here on the Switch with the, all these low-res textures is kinda painful, to be honest. I'm almost certain that I will play this on the PS4. Although it seems a bit more interactive than the hotel in the first game. まさかチョコレートドリンク？ああ、ウェルカムドリンクだ。やった、私大好物なんですよ。我がホテルお抱えの最高のショコラティエが作ったものだ。今は出かけているがな。へえ。王室御用達の品だ。優れたチョコは妖魔界でも取引されると聞く。すごいんだな。ルーエも飲みなよ。太るから
何？太るから。2回も言わせるな、バカ。何怒ってるんだよ。はじめまして。当ホテルの受付をしております、楓です。お困りの際は、私か各所の式神にお声掛けください。すごいな。話せる人形なんて。こいつらにはホテルの管理をさせている。まあ、今は客が来ることはないが、稼働させておくと何かと便利でな。こちらでは、旅の記録を行うことができます。Of course, they would add a pool. Pool だ。温水ですので、年中いつでもご利用できます。すごい。なあ、リュウ。ここって普通に泊まったらめちゃくちゃ高そうだね。そうか？内装なんてやたら豪華だし、プールまであるなんて。ホテルなんてこんなもんだぞ。しまった。ルーエはお嬢様だった。Apparently, it's not reading the DLCs. Well, that's disappointing. こちらは寝室です。広い。ルエ、一緒に寝られるな。な、バカ、何を言ってるんだ。宿舎では毎日一緒だったじゃん。それは学生時代の話だろうが。でも、まあ、あるがそういうなら。あ、でも部屋はたくさんあるんだっけ。せっかくだし一人一部屋、贅沢。したんだよ。こちらは屋外の教会となっております。あ、祭壇がある。はい、ここでは以前結婚式が執り行われていました。へえ、素敵だな。え、なんでもない。
それじゃ、寝ますか。ああ。はい。街の中、あれ、なんだあれは、青い月、なんだ、何も見えない、リリア、ヌエ、誰か、これが世界の終わりなのか。Okay, I've already said this about the first game, but have at least characters remove their shoes when they go to bed. なあ、もう朝のはずだろ。まだ外が暗いままだ。そうか、まだ知らないのか。昨日目覚めたばかりだ。知らないのも無理はない。お前が月の女王に敗れてから、まだ一度も日が昇っていないんだ。え、それはすでに世界が永遠の夜に包まれてしまったということですか。いや、もしそうならば、我々は目覚めることのない眠りについているはず。しかも、夜が明けないのはこのユーラルム周辺だけのようだ。I want to check one more time the DLCs, at least. Okay, I can't. So yeah, we are nearing the hour, but I guess I'll play some more. I don't think you'll object. だが、私には見えないな。私もです。じゃあ見えているのは私だけ。そういえば、
ロエルジリス様が言っていた。青い血を持つ者だけが見える。夜の闇を照らす青い月がある。その輝きが失われ、新月となった時、私が見た夢と同じだ。夢の中で青い月が浮かんでるんだ。そしたら世界が暗闇に包まれて見えなくなって。無視するのは危険そうだな。月の様子には注意を払った方が良さそうだ。わかりました。不可思議な現象だが、いずれにせよ滅びの時は近づいている。So, and just like in the first game, it's a pity that such complex character design falls victim of a lot of compenetration when they move around. It's very unsightly. どんな些細な痕跡でもいい。見つけたら一度戻って話し合おう。Yeah, it's it's not reading the DLCs I've claimed from the Japanese eShop. This is very unfortunate. So yeah, and with this delusion I'll end this first hour play. I'll have to replay it on the PS4 and then do a video of the second hour. I've made up my mind. So yeah, I have two more first hour plays of the games I've recently unboxed and some more to show you, so I hope you stick around for the upcoming videos. This has been Briarios Karensky, over and out.